皆さんこんにちは。英語科の小井口です。連休中いかがお過ごしですか？本日はレッスン1 Japan's New Tourism のパート2の本文解説をしていきます。はい、そろそろテストが近くなってきました、ね、しっかり、予習をして授業に臨むようにしていきましょう。それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン1のパート2見ていきましょう。まず、ファーストパラグラフを見ていきましょう。Nowadays, not only sightseeing, but also new tourism is popular. Nowadays,、はい、Nowadays はね、近頃とか、最近って意味ね、なります。はい、で、ここで熟語がありますね。囲んでおきましょう。Not only, but also です。はい。で、ここで写真入れておきますね。Not only A, but also B。これで、A だけでなく、B もという意味です。ですから、not only sightseeing, sightseeing は観光だね。観光だけでなく、but also new tourism ですから、new tourism もということですね。is popular ですから人気がありますよということね。はい、次の文です。 Sports tourism and cultural tourism are two examples of this new tourism. スポーツツアリズム、カルチュラルツアリズムですから、カルチャーというのは文化だよね。ですから文化ツアリズムね。これが two examples ですから、 example はこれは例ね。はい、2つの例ですよということですね。何の例かというと、This new tourism. この new tourism のということですね。この this っていうのはすぐ前の文のね、この new tourism のことをね、指してますからね。で、ここで new tourism って出てきますけどね。いわゆる今までの観光地を見て回るだけの旅行に対して、こう、テーマ性が強く、まあ、人や自然との触れ合いなどの体験とか、交流要素を取り入れた新しいタイプの旅行のことね。これをニューツアリズムと言っています。はい、では次の文です。That is, tourists are seeking fresh experiences, not just sightseeing. はい、この that is な熟語ですからね。ライン吹いていきましょう。つまりって意味です。つまり、tourist 旅行者は、are seeking この seek って言葉ね、覚えておきましょうね。seek は、何々を探すとか、探し求めることをね、言います。日常会話では、look for の方が好まれますが、こういう、なんでしょうね、見出しに使ったりね、新聞とか広告などをね、見出しで使うときにはこの seek、よく使われますのでね、覚えていきましょう。旅行者は探し求めています。何を ?fresh experiences。fresh は新鮮なってことなんですが、
この場合は、斬新なってことかな。そういう experiences は、経験とか、体験のことですよね。つまり旅行者は、まあ、斬新な体験を求めているんです。はい、そして not just sightseeing で、この just ってありますね。 just はね、ほぼ only とおなじみだと思ってください。なんとかだけって意味だね。つまり not just sightseeing、 観光だけでなくとかね、観光だけでなく斬新な体験を探し求めてるんですよってことですね。はい、それではセカンドパラグラフを見ていきましょう。 Do you know the word Japao? Japao って言葉を知っていますか？さあ、この Japao って何でしょうね。初めて聞く人も多いですね。ジャパオという word、 言葉を知っていますか？はい、次の文でこのジャパオについて説明がありますね。 It stands for Japanese powder snow。 はい、この It はね、もちろんすぐ前の The word Japao ですね。ジャパオという言葉です。で、これは stand for ね、時空ですので、ラインを引いていきましょう。stand for で、何々を表すって意味です。何を表すかというと、Japanese powder snow。日本の powder snow は、いわゆる粉雪ですね。日本の粉雪、パウダーのような、パウダーのような粉雪ですかね。じゃあ、パウって言うんですね。はい。という、まあ、造語ですね。なります。The snow is very soft and light, like powder. はい、その雪は、とてもソフト、柔らかくて、そして、light。これは軽いって意味ですね。like powder。この場合の like はね、もちろん好きという意味ではなくて、なんとかのようなところです。つまり、powder。粉のように柔らかく軽いってことだね。skiers and snowboarders from all around the world come and experience Japao。 はい、ここまでで一回ね、スラッシュ入れましょう。ここまでが主語です。 all around the world ってのは世界中だね。世界中、 from だからからね。世界中からスキーヤーやスノーボーダーたちが come and experience Japao。 come ですからね、やってきて、そして experience ですからね、体験するわけですね、 Japao を。はい、experience。 先ほどは名詞でしたが、この場合はもちろんね、動詞ですからね、注意しましょう。世界中からスキーヤーやスノーボーダーがもうこのジャパーをね、体験しにやってきます。ニセコ in 北海道 is especially popular with them。 北海道のニセコという地域があります。ね、スキーヤーにはとても有名なところなんですかね。これが especially
especially は副詞ですね。はい。特にとかです。特に is popular with ありますが、これは何々に人気があるところです。で、この them ってありますけどね。はい、これは彼らにとかですからね。これですね。skiers and snowboarders from all around the world ってことだね。はい。世界中からやってくるスキーヤーやスノーボーダーに特に人気がありますよってことね。なります。The town is now a mecca for sports tourism. The town ってもちろんこのニセコのことね。なりますね。はい。その町は now ですからね。今やメッカですね。メッカっていうのは日本語でも言いますけどね。はい、これはいわゆる聖地とかね、まあ中心地って意味でしょうかね。で、何のメッカかというと、for sports tourism ですから、スポーツツアリズムのメッカとなっていますよ、とこですね。はい。本文の内容は以上のようになります。はい。お疲れ様でした。ね、テスト範囲はレッスン1、全部ね、と考えてますので、ね、しっかり頑張っていきましょうね。はい。それではまた近いうちお会いしましょう。See you!